ントのサーブができない。バドミントンのサーブができないそうです。たまにね。たまにいつもじゃない。やばい発言。なるほどね。だいぶこれちゃんとって感じかい。こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は日本代表の尾上彩選手にお越しいただきましたので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうザックバランに何でも聞いてしまいます、ね。はい、インスタグラムのクライミングチャンネルのアカウントで、日本代表のトップクライマーに何を聞きたいですかっていうアンケートを取ったんで、それをもとにいろんなことをもうね、掘り葉掘り聞いていきたいと思うんですけども、いいですか。はい、何でもどうぞ。実はここ出身が同じ埼玉県の川口市っていうね、パンプの1号店かな。そこで僕がバイトしてた頃にも一緒にバイトしてたっていう中で、ちょっと第1回の撮影のこうきっかけをね、こういただいたんで、一般クライマーを代表してクライミングチャンネルがいろんなことを聞いてまいりますので、よろしくお願いします。今は、リード、ボルダー、日本代表がこういろんな編成やってる中で、どっちに重きを置かれてるんですか、今は。今両方。え、どっちが好きとかあるの？どっちも好き。どっちも好き。どちらかといえばどちらが得意なの？どうだろうな。で、前なんかボルダーの方が私強いみたいなこと言ってなかった。そんなことない。ボルダーが一時ボルダーが好きと思ってたけど、成績よりの方が良かった。なるほど、好きと得意は別のものだと。なるほどね。そういう人多いよね。はい。クライミングをなぜ始めたのか。なぜクライミングに。クライミングは情熱大陸を見て。情熱大陸。いつの。相当前。小山田。あれか。家の壁にハングボードとかなんか天井にルーフにホールドがついて、朝起きたらいきなり登り出す。ああ、俺知ってるそれ。見たことある。それを見て。それがいつの小学生。小学生、多分3年生ぐらいの時。じゃあもう小学校3年生の頃に何歳だ。9歳とか。9歳に始めた。じゃあ今何年目なの、クライミング歴で。13、4年か。13、4年もずっとクライミング一筋でプロがそうだよね。じゃあ好きなクライマーとかいるんですかっていう質問がある。好きなクライマージュリアン・ワームのどこが好きなの。は、すごい性格もいいし、合うもんね。そうだよね。し、登り方もちっちゃいのに瞬発力とかもすごくて、登りも綺麗だし。あ、それはもうプロから見てもすごいんだ。すごい彼女は。そうだね、数字に出てるもんね、成績。し、なんかクライミングと別のところでも学業とか頑張って。あ、そうなの。全然そんなことわかんないからさ、やっぱ代表とかに聞かないと。頑張ってると自国で。何をしてるの、彼女は。お医者さんになるために勉強してて、それでコンペティターはやめた。いや、あ、そうなの。あ、それが理由だったの。あ、だそうです。あ、そうだったんだ。あ、それ結構みんな知ってる感じ。知ってる、多分。全然知ってる。知ってる。知ってると思う。インスタとかにも。あ、そうなんだ。あ、じゃあクライミングチャンネルが遅れてたんだ。クライミングチャンネル時をつかむのが苦手なのね。じゃあ好きなクライマーとは別で仲のいい選手とかっていうのは、どういう。代表みんな結構仲いいけど、広重ゆきちゃんとか。そこにいるんです。そこにいる。小竹めいちゃんとかはもうしょっちゅう一緒にいる。結構近い世代たちが多いな。男子選手とかってのはあんまり一緒にいたりしない。いや、そんなことない。結構一緒にいるよ。結構みんないつも一緒に。日本では一緒に登ったりするの、人たちと。男子とは登る機会は少ないけど、女子とは結構ヘデスクとかヘデスクとかだとね、みんな男子もみんな一緒にいるけど。千葉トレとか。それは私はしてない。してないんだ。あれは結構どうなの、効果あるのかな。やってない人もいない。やってないから分かんない。まあやってる人は行くわ、後で。はい、次の質問、これね、面白い。ね、ネイルとかすんのっていう。ネイルは私はすると爪が柔らかくなって。あ、そうなの。弱くなっちゃうからしない。あ、ネイルすると爪が弱くなる。爪が弱くなると何、補充力が落ちる。
落ちる、あと二枚爪とかになってすごい気持ち悪い感じ。二枚爪になっちゃう、ちょっと女性くらいはこれもうやり続けもう塗り続けるか、うん、全く塗らないかどっちか。あ、そうなんだ。なんかそういうクライミング用のネイルとかっていうのはまだないの？そういうのは。いや、ジェルのネイルとかだったら硬くていいけど、それだとやり続けなきゃいけない。おお、やり続けなきゃいけない。だそうです。大変かなと思って。まあ、でも結構女性クライマーで岩場とかで見る女の子とかで爪のやってる子多いもんね。そういう子たちはじゃあそういう二枚爪が始まる。か、三つ爪が強いか。爪が元の強いか。強い。私はもう元から柔らかいから。あ、そうなのね。あ、そうだな。全然知らなかった。いつもどこで登ってるんですか？いつももう点々と。点々と。してますね。とても。でも基本的に関東、こっちの東日本だよね。あまり場所を言うとこう殺到しちゃうから言いませんって感じ。だそうです。レスト日の過ごし方、どうやってレスト日を過ごしてるんですか？レスト日はたまに全く家から出ずに、うん、ひたすらこうこもる日。こもる、こもって何しに息するだけ。寝る食べる。これが強さの秘訣かもしれない。たまに、ね、たまに、いつもじゃない。いつもじゃない。じゃいつも何してんの？いつも何してんの？いつもいつもレスト日は基本外に出かけるけど、何してるかな、まあ、友達に会ったりとか。友達に会う、うん、地元のクライマーじゃなくて。クライマーじゃなくて。あ、結構地元の友達と会って。友達に会ったりとか。リフレッシュ必要だもんね。クライマーとばっかりは付き合ってないよね。出すんです。これ多分私だけでしょう。強みとか。あ、強みでしょ。強み、スキップができない、球技が苦手。弱いですね。バドミントンのサーブができない。バドミントンのサーブができない、そうです。まあでもバドミントンのサーブができなくてもこれ当たんないんだよ。これが当たんない。下が当たんない。こっちができないじゃん。これができない。これ当たんない。それ相当だよ。これできない。いや、スキップできないは結構有名だったけど、これできないんだ。これできないです。じゃあクライミング以外で何ができるの？あなたは何ができるの？何ができるか。物を使わないもの。ああ、物を使わない。使わない競技。あ、じゃあ自分の体だけでやる。そう、体操とか水泳とか。体操とか水泳。ああ、なるほど。体操やってた？体操やってた。体操やってたんだ。水泳もやってた。え、いつからですか？3歳とか。え、すごいね。え、あ、結構クライマーってなんか体操歴ある人とか。レイすぎる人とか。水泳は結構いる。水泳もやる。水泳も多いかな。あ、まあ、あ、全然考えない。俺水球。お前さ、あの水球か。水球か。そう。水泳やってた。やってない。やってない。大丈夫だった。やってない。別のサンプルが。ハズレ違い。何なんだろう。まあサーブが当たんないよね。サーブ当たらない。サーブが当たらない。これどういう強み？弱みだね。弱みだね。まあでも、多分、サーブこれ当てられない、ワールドカッパーは、いないよね、他に。多分私だけで、ね。はい。将来的にコンペティターもし引退したら、もうインドアで登るか、それとも外岩いっぱい行きたいかとか、そういう思考はある？引退したらもう外メイン。外メイン。メインにしたい。引退したら外メインにしたい。なんで？外の方が楽しい？外もうなんか課題と向き合ってる感じがすごい好きで。おー、課題と向き合うのが好き。コンペとかでもあんまりこう周りを意識したことがなくて、うん、あもう自分の自分 の, その課題と自分みたいな。うん、じゃあ何、あでも外と中 の, その コンペと外岩のこう楽しみはちょっと違うの？それとも同じような感覚で遊べる感じなの？うん、私は同じような感覚で。あ、そうなんだ。まあ課題の系統とかはまあ全然違うけど、うん、あの向き合う感じは同じかなと思って。そう、お前どう思う？そうなの？全然違う。なかなかそれ珍しいと思うけど、ね、同じ課題をこうひたすら打ち込むとかっていうのが好きだから。ああ、だから、あ、じゃあ結構コンペとかでブザー鳴っちゃって、ああ終わりってなって結構悲しい感じ。悲しい。もうちょっとやらせてほしい。もうちょっとやらせてほしい。そうなんだ。じゃあでもあれか、引退してもクライミングはもちろん続けるつもりなんだ。好きなホールド何ですか？はテクニック。テクニック、まあテクニックってメーカー、ホールドのメーカーなんだよね。テクニックの C じゃなくて K になってるね。テクニックね。
俺嫌いだけどね、あれ嫌いなの。いや、スタンスとかさ、たまに星マークついてるのあるじゃん、めっちゃ滑るじゃん、あれ大っ嫌いなの。あれがいいなんで、俺大っ嫌いなの。だってあそこ踏んだら滑るじゃん。滑んない。え、何あの滑るか滑んないかみたいなのをこう、なんかこうじりじり踏んで、あ、滑る滑んない、あーみたいな感じで手出すのが好きなの。手が好き。手が好き。あ、スタンスじゃなくて手が好きなんだ。あの、太いピンチとか、太いピンチとかも好きだし、あの、カチとかも。うん、あれ、これね、カチ好きだもんね。カチ好きだね。なんでモテるから。なんだろう、俺カチ嫌いだもん。俺はね、大嫌いだもん。痛いじゃん、それがね。やめつき。あ、痛いの好きなんだ。やばい発言。なるほどね。だいぶこれちゃんと撮ってから近いので、ね、あの、ズームアップしたのでちゃんとテレビが痛いの好きなのね。変わり者だね。痛いのって本能的に嫌じゃん、人間って。よくそんなの好きになれるね。うん、まあ、十何年もやってたらそうなっちゃうんだよね。ちょっと変になっちゃう。ちょっと変になっちゃっちゃって。使ってるチョーク、何使ってるんですか？何のチョーク使ってますか？オーツ。オーツ。OCUN の。オーツのチョーク使ってる。え、いいの？あのチョークは。あれ、私の手にはすごい合ってて、こう、粒とかを、あの、チョークの塊の粒とか潰すと、キュッキュッてこう。おぉ。キュッキュってなる。キュッキュってなる。もうあれはどういう手の人にいいとかっていうのはある？私はぬめり手だから、うん、もしかしたらぬめり手の人に合うのかもしれない。オーツンはぬめり手にいいと。どういうチョークバッグを使ってるかっていう。何のチョークバッグを使ってるんですか？もうアイキャンディー。アイキャンディー。一筋。今取りに行くスタイルだね。じゃじゃん。あ、ピン立ってない。これ。これを使ってると。これは何？ボルダーもリードも両方ともこれで。ボルダーはもっと大きいのがあって、あ、ボルダー時にも腰につけたりするから、うん、これ何？この猿目が取れちゃった。これね、これつけると、こういうのつけると強くなるの。そう、イヴァンさんが、うん、あ、イヴァンさんって、そのアイキャンディー、アイキャンディーを作ってるイヴァンさんが、それはオーダーしてやってもらったの、それともこういう感じでなんかありませんかみたいな。こうこれ元の形はあの元々あって、うん、生地とかはこう選んで、あ、型はもう決まってる、その生地を選んで伝えると作ってもらえるみたいな。これ入ってるの、オーツ。オーツ。これね、して潰して、あ、キュッキュになるわ。なるほど。あんまりこの貸し会議室汚しちゃうとあれだから。はい。っていう、まあ、こんなチョコワーク使ってるのね。これ軽くて、確かにね、めちゃくちゃ軽いね。まあ、中身入ってないのそういうのあれなんだけど、入ってる。この生地は選べるんだ。結構レパートリーがあるんだ。へー、ありがとう。だそうです。こんなん使ってる。好きな歌手、アーティスト、芸能人。芸能人、芸人さんだったら、うん、千鳥が好きで。千鳥どっちの？もうあのペア。あ、もうあのペアが2人だね。なんでなんでなんで。面白いから。で、モデルさんだと荒木優子ちゃん。わかんない。っていう子がいて。今度じゃあテロップ出すから。すごい好き。何が好き？かわいい。かわいい。世界中転戦する中でここはいいみたいなところありましたか？将来住みたくなるような場所。住みたくなる。ありますか？住みたいのはドイツとか。ドイツ。その心は。これはなんだろう、生活しやすくて。あ、そうなの。ドイツ。物価高くないの？物価は比較的ヨーロッパにしては安くて、で人もすごい優しくて。あれだよね、コンペでもちろん行くんだよね。ドイツって大体そのコンペとかで行くってなったら何日ぐらい行くの？コンペだと本当に1週間とかすごいけど、うん、合宿、あ、あれか、そのトレーニングで合宿で。トレーニングで一人で行った時もあったし、ドイツ。ドイツ。なんか美味しいもんあった？ご飯は。ご飯はまずい。率直に。そんなにそこ、まあ。ご飯は美味しくないけど住みたいんだ。住みやすい。ご飯美味しくないのに。住もうと思うんだ、そんなところ。まあでも自分で作るから、ね、作るからそんなに食べない。料理得意なの？まあ、そうでもない。
ちゃんとズームで撮ってくる。たまにする。たまにするのね。でもコンペの時はみんなで自炊したりとか。ああよくやってるね、インスタで上がってるからね。そう、このぐらいしかできない。日本のジムと海外のジムの違い感じたことありますか？日本のジムは結構なんだろう、ポジとかが真っ向系。ポジが真っ向系。ああ。で、結構ヨーロッパとかは動きが。ああ結構大きい手はいいけどめちゃくちゃ大きい、保持があまりこう強くなくても動きでなんとか持っていける課題が多い。コンペとかだと どっちなのスタイル的には。あ、もうどっちもできないと。どっちもできない、ね、対応できない。だから海外に行ってトレーニングするのかも。なるほど、そういうことか。日本人の強さの秘訣って何なの？日本人のコンペティターってめちゃくちゃ今強いじゃん。なんで強いんだろう。日本人は多分ポジとかが他の国に比べると強い、まあ、自国のジムがまあゴミみたいな勝ち物かと思ってる。ゴミとかスローパーとかもピンチとかも多分外国の選手より持ててるから、それで動けてるっていうのは、なるほど。まあそうだね、日本人だから強いのかもしれない。ゴミみたいな価値がいっぱいついてるジムって海外あんまりいない、結構ホールドの力とかも壁が木じゃなくてコンクリみたいなのができて、もうちっちゃいジブスとかそもそもビスで打てないとか多いから、そういうのやっぱ日本だってみんな木だから、そういうジムがいっぱい増えるよね。だから日本人強いのかな。はい。クライミングがつまらなくなるときはないんですか？ない。ないんだ。ない。モチベーションずっと上がりっぱなの。もうここなんだよ。上がりっぱ。なんかすごいね。できなかった時とか逆に楽しいみたいな。あ、できない時が楽しい。あ、もうさっきの価値の痛いのが気持ちいいみたいな。できない方が楽しい。すごい。できちゃったら結構つまんない。なるほど。から、難しいのとかを打ち込んでるとすごい楽しくなっちゃう。どんどん楽しくなっちゃう。いいね。なんかこう地産地消自給自足みたいな感じで自分の中からどんどんモチベーションが湧き上がってきて、自給自足できていいね。素晴らしいね。いいサイクル回るね、それ。これが強さの秘訣なのかもしれないね。自分の中でモチベーションを上げられるっていうのはいいね。できないのが楽しい。どうやったらそれって育つんだろうね。それができなかった思い出がさ、できた時とかに。あ、確かに。できないのができた時はかなり楽しい。それまでは長いけど、あ、もうその成功体験がね。費やす時間とかもすごい好きで。なるほどね。確かにそれはあるかもね。そうだね。なんかそういうのを感じやすいのかもね。感受性が豊かなのね。自分に正直なのかもね。そうやな。あんまりこう結論つける。今後の意気込みを。今後の意気込みを。は、岩メインで。岩メイン。登るためにまあジムでトレーニングして。私は登れる看護師を。登れる看護師？看護師になりたい。看護師になりたい。看護師になりたいの？なんで？ずっと前からやりたくて。そうなの？いつから？だいぶ前。高校の頃からしてる。うん、高校。高校の頃から。高校の時にはもうやりたかった。マジで？だそうです。じゃあ何？世界一登れる看護師を目指す。確かにね、スキルって掛け合わせだからね。看護師かけるクライマーってなかなかいないけど、その中でクライマーってかなり強い方だから、まあ世界一目指せんじゃないの。休みの日は岩に。休みの日は岩に。で、ゴツゴツの手でこう患者さんでね。痛くてすいませんよ、ね。そうそう。じゃあ目指してください。はい、ありがとうございます。はい、で、じゃ次回インタビューの指名とか、この人のあれこれ聞きたいみたいなのってある？日本人の、まあ、なんかコンペティターじゃなくてもクライマーだって。私のじゃあ始めるきっかけになった大ちゃん、小山田大さん。マジ？あんまりこうインタビューとかも聞く機会が少ないから。確かにそう、あんまり出てこない、そう。情熱大陸で見た以外あの人が出演してるのはあんまりお目にかかれないので、ではぜひなかなかビッグネームで。大ちゃんお願いします。よろしくお願いします。ということで本日は尾上彩選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしく。